今回の、いつしか親父の動画は、アクアの、テールランプが切れましたので、電球を交換するために取り外し方をします。ネジ上下の2箇所を外します。引っ張っても外れませんでしたので、少し手を横滑りさせながら打撃を与えます。下の部分が外れました。無理に外すとピンが折れてしまいます。マイナスドライバー先端に布を巻いて、隙間に差し込み外します。無理なく外れました。端のソケットを回して引き抜きます。切れた電球が出てきました。この車種の場合、引き抜くタイプになります。外した電球です。近くのホームセンターで購入した電球。2個入って250円前後で販売されていると思います。新しい電球を挿しました。ライトスイッチを入れて確認します。点灯が確認できました。ソケットを差し込み、回して取り付け。
最後まで見ていただきました皆様に感謝いたします。ありがとうございました。